おい、笠井、今日は何して遊ぶ？両一なんかある？なんだろうな。財布の中身見せ合って、一番金持ってない奴がボコられるってのはどう？ありだな。ってことだからな。わかってんのか？そんなにいじめて楽しいか？は？俺がお前らに何した？自分の方が優位だと証明するためにいじめるのか？そんな人生何が楽しいんだ？ああ、こいつうざくね？うざいな。こいつの服全部脱がせて動画回して拡散でもするか。ケチくすぎ。でも面白そうじゃね。需要あるかそれ。ないけどやる。悪いわってことだからな。お前明日学校絶対休むなよ。1時間後。ねえ笠井くん、ちょっといいかな。何？清水さん、岩田と東野にいじめられてるよね。いや、そんなことないよ。嘘つかないで。遊んでるだけだよ。今日も制服ボロボロだったじゃない。それは俺が転んだだけだよ。なんで嘘つくの？じゃあ聞くけど、いじめられたとしてなんだよ。救いたい。関わらない方がいい。親には言ってるの？両親はいない。ごめんなさい。いや、いいよ、慣れてるから。今は一人で過ごしてるの？いや、じいちゃんとばあちゃんに育てられてるよ。そうなんだ。相談できそう？いや、無理だな。今だって年金暮らしだし、余計な心配かけたくない。そもそも心配ないから。今年で高校も終わりだし、あとちょっとしたらあいつらとはおさらばだからな。まだ半年以上もあるよ。俺にとっては半年って感覚だな。私から先生に言おうか？やめとけ、意味ない。なんで？うちの担任、岩田の親と仲いいんだ。まあ仲いいっていうより完全に岩田の父親の言いなりだけどな。そうなの？知ってるだろ、岩田の父親は大企業の社長で、岩田はそこの長男だ。この小さな町じゃあいつらに歯向かう奴はいないよ。じゃあ校長とかに相談する？あのさ、何なんだよさっきから。俺と関わってどうするんだよ。さっきも言ったけど救いたい。次の標的になるかもなんだぞ。それに清水は受験生だろ、俺に構ってる暇なんかないだろ。こんなの見過ごせない。それに大学は指定校推薦で決まってるの。だから時間はある。じゃあ暇つぶしか？自分の正義感満たすために俺のいじめを利用するのか？どうしてそんな言い方するの？助けてあげるって言ってるのよ。だからいらないって。元生徒会長として見過ごせない。何かあったら私を頼って。放っておいてくれ。翌日。笠井、お前さ、全財産250円ってなんだよ。ほんと爆笑したわ。お前さ、生きてて楽しい？貧乏な家に生まれて体も小さく力もない、そんな低スペな人間だったら一旦リセットしてみたらどうだ？確かに。次は勝ち組に生まれ変われるかもな。まあどうせ無理だろうがな。おい、変身しろや。無視すんなよ。変身できないんじゃね？そうか、さっきボコボコにした女。ああ、ミスった。動画撮ってなかったわ。ああ、全裸を撮影するやつな。明日にでもやるか。了解です。おい、休むなよ。休んだら他のやつがターゲットだぞ。ケチく。1時間後。今日、ごめんなさい。なんで謝るの？だって、笠井くんいじめられてたのに、止めに入ってあげられなかった。臆病で本当にごめん。助けたいとか言ってごめん。女が男に勝てるわけないだろ。しかも向こうは二人だぞ。出血止めてくれただけでも俺は感謝してるわ。ありがとう。ありがとう。ねえ、なんでなの？なんであいつらにいじめられるの？昔俺の親友がいじめられてたんだよ、あいつら二人に。まあ二人って言っても主犯は岩田、東野は完全に岩田の金魚の糞だからな。いじめられてる親友救ったら次は俺がターゲットになってた。ただそれだけだよ。だから俺が不登校になったら誰か他のやつがいじめられる。俺が耐えてたらいいんだよ。そんなのダメだよ。じゃあどうする？清水が俺の代わりにいじめられるか？それは、俺は男だから暴力だけだけど、相手が女になったら何してくるか分かったもんじゃないぞ。特に岩田は女の扱いひどいらしいから、それでも身代わりになれるか？ごめんなさい。でも何か対策できるよ。このまま見過ごせないもん。清水って俺のこと好きなの？え？じゃないとここまでしないだろう。それとも本当に正義感の塊なのか？
正義感持つことはそんなにダメなこと？悪いとは言ってないだろ。ただそれが偽物だったらダサいって言ってんだよ。なんでそんな言い方するの？治療は助かった。でもあんまり俺に関わるな。翌日。いやー、今日も楽しかったな。わかるわ。っていうか笠井、お前今日反抗的な目してたよな。してたしてた。悔しかったらやり返してみろよ。ま、それができないからサンドバッグになってんだろうけどな。間違いない。明日からも頼むぜ。俺らのストレス解消マシーン。10分後。私にもできることある。は？明日6時間目に全校集会がある。そこで岩田と東野のいじめを公開しようと思うの。マジで言ってんのか？うん。いくら権力があっても全校生徒がいる前でいじめの告発はかなり答えると思うよ。でもどうするんだ、清水がみんなの前に立っていじめの事実を告発するのか。これを見せる。え、これって昨日のやつ？そう、遠くからズームしてずっと撮影してたの。マジかよ。顔と声もしっかり入ってるし、いじめてるのが岩田と東野ってすぐにわかるよ。これをどうするの？当日は体育館でやるから、スクリーンに映して全員同時に見せる。本当にやるのか？うん。俺は、当日どうしたらいい？笠井くんは何もしなくてもいいよ。私が先生にデータ渡すから、それを流してもらうだけ。それって、いじめのデータとして渡す？うん。そこまで言わない。ちょっと編集入れたり、テロップ入れたりするね。うん。翌日。大成功！岩田と東野の表情見た？先生たちもさすがに黙ってられなくて、校長と教頭に話し入ったらしいよ。偽の正義感とか言ってすまん。え？俺はどこかで諦めてた。あと半年我慢したらって。でも、正直体もメンタルもボロボロだったから、本当に助かった。感謝してもしきれない。やめてよ。私もあの二人にはイラついてたし、これで笠井くんが救えるなら、やってよかったと思える。俺も歯向かうわ。今まで言われっぱなしだったけど、俺も声出していじめの事実を告発する。このままうやむやにしたら、それこそあいつらの思うつぼだよな。うん。もう全員私たちの味方だよ。校長も問いただしてくれるって。本当にありがとう。何か手伝えることあったら、何でも俺に相談してくれ。はい。翌日。おい、お前、いい加減にしろよ。なんだ、岩田。さっきはあんなに謝罪してたのに、全く反省してなさそうだな。いっそこの発言も校長たちに見せてやろうか。お前、誰を敵にしてるか分かってんのか？もうやめようよ、岩田。は？笠井、今まで本当にすまなかった。もういいよ。許さないから。そうだよな。許されなくて当然だよな。うん。でも許されなくてもいい。謝罪はさせてくれ。本当に、本当に申し訳なかった。まあ、東野は岩田に反抗できなかっただけだもんな。うん。は？お前なんだよ。東野、お前も一緒になっていろんな奴いじめただろうがよ。それは岩田が怖かったからだよ。お前まで俺の敵になるのか。もともと味方じゃなかったのかもね。は？仲間割れはその辺にしてくれるかな。定額か退学か処分は知らないけど。岩田、お前の味方はもう誰もいないぞ。たとえ定額処分だったとしても、学校来るのが嫌になるぞ。俺は決していじめはしないけど、岩田だけはマジで絶対許さないからな。数日後。ねえ、笠井くん。何？今週の土曜日って何してる？なんで？もしよかったらさ、映画とか行かないかなって。ほら、岩田たちを成敗したじゃん？それの祝賀会的なやつ。何？俺のこと好きなの？は？違うわよ。祝賀会って言ってるでしょ？てか、そんな聞き方やめてよ。笠井くんって、彼女いたことあるの？ないけど、どうして？好きだから気になるの？まあ。てか、岩田たちはどうなったの？とりあえず事情聴取して、2週間は停学処分だって。退学じゃないのか。私もその方が良かったけど、でも本来の目的は、いじめをやめさせることだから、これで良かったのかなって。あいつらがいじめをやめるかな？こんなに痛い目見たんだよ。あれほど人気だった岩田が今、相当な嫌われ者だよ。てか、本人から謝罪は？岩田からは形だけの謝罪があったな。その後例のグループラインで散々けなしてきたけどな。古文の東野は普通に謝ってきたな。本人曰く
命令に従わないと俺がやられるって参加だったとか。でもそれでいじめはひどいよね。まあな。だから二人とも許してはない。特に岩田は一生許さない。うん、それでいいと思う。で、何見に行く？え？何を？映画だよ。行くんだろ？行ってくれるの？じゃないと聞かないだろ。やった！なんか恋愛系の映画が見たいかも。それで気持ち高めるのか？だから、別に笠井くんのこと好きじゃないよ。はいはい。いや、本当に。ただ祝賀会なんだからね。わかってる？はいはい。ああ、そういう返事ダメだよ。乙女が傷ついちゃうよ。乙女にはちゃんと対応するよ。それって、私が乙女じゃないってこと？正直に言い直そうか？うざ！もういい。数日後。おはよう、清水。ちょっと早く着きそうだわ。じいちゃんがお小遣いくれたから、ポップコーン先に買ってやるよ。ごめん、今日行けない。え、マジか。体調でも悪いのか？ううん、そうじゃない。じゃあ、なんだよ。パパが会社リストラになった。は？昨日いきなり、会社から解雇になったって言われた。どういうこと？お父さん何かやらかしたのか？何もしてない。じゃあなんでクビになるんだよ。これは知らなかったことなんだけど、パパの会社って岩田の会社とよく取引してる会社なの。え？岩田の父親から清水がいる会社とは取引しないって言われたんだって。それでパパがクビになった。ちょっと待ってくれよ。そんなことあんのかよ。ママはそれで家飛び出して車にはねられて、今病院なの。ね、マジかよ。どこの病院だ？俺も行くよ。来ないで。え？もう関わるのやめよ。あいつの敵になったら、もう人生めちゃくちゃになるよ。戦うんだろ？あいつと。そう誓ったじゃないか。パパが会社クビになるってことは、私の大学進学も絶望的なの。父親が無職で、母親が入院。そんな家庭の娘が、私立大学に通える？無理だよね。それは？助けなければよかった。え？笠井くんなんかと、手を組まなきゃよかった。もう連絡してこないで。はい。